速球は野球の投手が投げる球種のうちで球速が速いものを指す。英語ではファストボールと呼ばれる。速球は直進する速球と球速は直進する速球に近いながら左右に曲がったり落ちるなど変化する速球の2種類に対別できる。日本において前者は直球、ストレート、まっすぐ、アメリカではフォーシームファストボール等と呼ばれている。 後者は日本において癖玉と呼ばれ、さらに、ツーシームファストボール、カットファストボールなどに分類されている。日本では、伝統的に、最も落差が少なく、打者への到達時間も短い球種であることから、変化しないストレートが、基本になる球種とされていた。一方アメリカでは速球に対し、打者の手元で変化する、汚い軌道が、 打ちがタイとされるなど急速、威力を重視するように考えられていた。これが、言葉の使われ方の差となっており、日本においては、速球という言葉よりストレートという言葉が多く、使われ、基本のストレートに対し、シュートや、カットボールといった変化する速球を含めた、変化球といった対別がなされるのに対し、アメリカでは、ファストボールとオフスピードボールという2分から分類が、 始まる。日本において、明確な速球の投げ分けは2000年代頃から認識され、意図的に直進する速球と直進しない速球を投げ分ける投手も増加している。フォーシームの握りの例、フォーシームの握りの例、フォーシーム、ファストボールとは、日本で直球もしくはストレートなどと呼ばれる球種。省略して、フォーシームとも呼ばれる。フォーシームとは、縫い目の向きを表し、 ボールが一周スピンする間に、縫い目の線が4回通過し、マグヌス効果による揚力を、より効果的に得られるとされる。人差し指と中指を並べ、ボールにある縫い目に交差させて握り、リリースの際にバックスピンをかけて投げる。人差し指と中指の間は隙間を開けるのが、一般的で、隙間を開けて握ることで請球が安定しやすい。 閉じて握ると強い回転はかけやすいが、制球が不安定になりやすく、回転軸も左右にぶれやすい。各球種の中で最も球速があり、打たれがたい基本の球種と考えられているが、同じ直球でも内角、外角の左右の距離感や高め低めの高低差を使い分けたり、他の球種を交えることで球の軌道や球速の差を利用して打者を打ち取ることが、 一般的で、こういった工夫により、急速の遅い投手でも、打者を打ち取ることができる。純粋なバックスピンに近く、スピン量が多いボールが、理想的なフォーシームファストボールであるとされる。これに近い球をキレのある球と呼び、特にキレのある球は、急速が速いことに加えて、マグヌス効果により球の重力による落下が、他の投票に比べ少なく、打者が、 ボールの下を空振ることを期待できる。ロジャー・クレメンスや、ランディ・ジョンソン、マーク・プライアーらの投げるものなど、特に浮き上がるかのような印象を打者に与えるものは、ライジング・ファストボールや、マジック・ファストボールと呼ばれている。日本では、藤川球児のフォーシーム・ファストボールが浮き上がるような、印象から、日の玉ストレートなど呼ばれる。なお、まっすぐと呼ばれるが、投球動作により、 どの投手でも量に、差はあるが、シュート方向に変化している。サイドスローや、アンダースロー投手など腕の角度が低い投手は、それが顕著で、利き手方向に球が沈む軌道を描く場合が多い。ムービングファストボールとは、日本で昔から癖玉と呼ばれる球種。速い球速で小さく鋭い変化をすることから、バットの芯を外して打たせて取りやすい。 近年では、フォーシームファストボールと高速化した、ブレーキングボールで置き換えられる場合も多い。ツーシームの握りの例ツーシームファストボールとは、ボールの縫い目が2回通過して投じられる球種。省略して、ツーシームファスト、ツーシームとも呼ばれる。フォーシームと同様に、ツーシームも縫い目の向きを表す言葉だが、主に球種を表す言葉として用いられている。 日本では2000年代になって、フォーシームファストボールと明確に区別されるようになった。投球動作は、フォーシームと同じだが、握った、際のボールの向きは、フォーシームを横に90度回転させた向きであり、バックスピンをかけた時に、縫い目が一周で2回通過するように握る。このように握りを変え、スピン軸を変えることで、もしくは縫い目に指をかけないなど、 指がかかりにくい握りで、投げスピン量を低下させることで、フォーシームに比べ球速は大きく変えないで、シュート方向に曲げたり、沈む軌道とすることができる。また、握る、際の親指の置き方で、スピン軸を変化させ横に曲がるか沈めるかの調整を、する投手もいる。アメリカでは日本より、縫い目が高く変化をさせやすい、過密日程により、 ボンダを打たせて、球数を減らしたい、強打者が多くフライ打球を打たれることが危険であるのに、大使長打の少ないゴロ打球を打たせやすいなどの理由から、1980年代半ばから90年代以降広く活用されている。代表的な使い手としては、グレッグ・マダックスや、フェリックス・ヘルナンデスがいる。特に沈む軌道のものを、シンキング・ファストボールと呼ぶ。 これについて、アジア圏以外では、シンカーと略されて呼ばれることが多いが、日本で、シンカーと呼ばれている球種は全く別のものである。派生として、一本の縫い目だけに指をかけて投げる球種で、ワンシームファストボールというものも存在し、縫い目に平行に指をかけるといった握りであるため、握力が必要となり、請球も難しいが、 ツーシームと同じ方向で大きい変化が得られることから、ティム・ハドソン、ジョン・レスター、ザック・ブリットン、日本人選手では、ダルビッシュ有や菅野智之、松坂大輔、金子千尋、山口俊が使用している。なお、日本独自に用いられてきた九州シュートとの違いは曖昧であり、吉井正人は自分が MLB 時代に投げていたツーシームは、 日本時代に投げていたシュートの呼び方を変えただけだと述べている。また、西本清と川崎健次郎は、テレビ番組、なんだで、自身のシュートの投げ方を披露しているが、どちらもツーシームとほぼ同じ握りであり、西本が説明した、深く握って縦回転を落として沈ませるという、投げ方は、シンキングファストの理論そのものである。また、 山崎康明、東浜巨、ーリアレン、矢豚和樹といった、アジア大学公式野球部出身の投手らが、アダイツーシームと称する球を投げているが、これは先輩である東浜が本来であれば、シンカーとして投げる球種を後輩らに教える際に、ツーシームと誤って伝えてしまったことによるものであり、特に、山崎や矢豚が投じるものは、 スプリットフィンガードファストボールに近い変化をする。カットファストボールとは、リリース時にボールを切るように投げる球種。アジア圏以外では、カッターと略されて呼ばれることが多い。回転軸が、わずかに傾くことで打者の手元で、投手の気球でと逆方向に小さく鋭く変化し、特に投げ手と逆の打席に入る打者を詰まらせて打ち取る、球種として使用される。 スプリットフィンガーファストボールとは、フォークボールの中でも、高速の球種。野球中継の解説などで、投手の直球に対して、球質、球威、球の伸びなどと表現されることがある。これらは投球された球の空気抵抗やスピンによる、軌道の変化、リリースポイントの落ちこちなどの投手の、投球フォームなどによって打者が抱く印象が深く、関係している。 投球の速さのことで、スピードガンによる簡易計測が可能なため、具体的な数値で表されることが多い。単純に球速が速いほど、球を目で捉えることが難しくなり、到達時間も短くなることから、打者は対応が難しくなる。しかし、単純に球速が速くても活躍できない投手や、逆に球速はなくとも活躍する投手、共に多く存在し、 他の吸収や講述する要素への工夫を凝らすことによって打者を打ち取っている場合が多い。初速、終速、急速はリリースポイントから保守のミットに到達するまでに空気抵抗により低減する。その量は投球の初速とスピンによって変化する。初速が速いほど空気抵抗は増える。空気抵抗による投球の減速量を決める要素は ピッチフ、X をはじめとするトラッキングシステムにより解析されつつある。効果として、同じ初速でも減速が少ない球の方が、相対的に体感速度が上がるため、打ちにくい球であるとされるが、成績との関連などは研究の途上である。球は重力により、放物線を描くが、戦術のようにバックスピンをかけた球は、マグヌス効果により、上向きの揚力を持ち、 放物線から離れた直線に近い軌道になる。打者は、投球が、マウンドから、ホームプレートの投手側からおおよそ2分の1から3分の2ほど進んだ時点までの球の挙動を見て、他の投手などとの対戦で見てきた経験から軌道を予測し、それに合わせて、バッティングを行う。この時、他の投手より、バックスピンの量が多い、スピンの角度が純粋なバックスピンに近いなどで、 その予測よりも上を通過すると球が浮き上がったと錯覚する。このような球を伸びのある球と呼ぶ。また、直球においては球の切れも伸びと同義である。このような球は打者のスイングするバットの上をボールが通過することで空振りを奪うことができる。またバットの上っ面でボールを叩かせることによりポップフライを打たせることができるが伸びが 疲労などにより鈍ってしまったら、飛距離が出やすいようにバットが当たってしまい、基本類打が増えてしまうという場合もある。また、投球フォームの歩幅が広いなど工夫をするなどで、リリースポイントの低い投手、サイドスロー、アンダースローの投方から投げられる、伸びのある球は、下から上がってくるのでこれも、効果的に浮き上がるように錯覚させられる。 マウンド上の投手板とホームベース間の距離は公認野球規則により18.44メートルと定められているが実際には18.44メートルの距離から球は放たれず投球動作に伴いリリースポイントはホームベース寄りに近づくのが一般的であるリリースポイントが打者に近いほどボールの飛行距離は短縮されそれによりリリースから早く打者に到達する これを、玉持ちが良いと表現し、投手は少しでも、リリースポイントを、打者よりにするため、体の開きを抑え、球を長く持つようにするといった工夫がなされる。より打者にリリースポイントを近づけるには、基本的に身長が高く、手足が長い方が有利である。ただし、リリースが早いからといって、必ず不利ということはなく、MLB で、 クローザーとして活躍した上原浩二はリリースが非常に早い。上原は NHKBS1 の番組9次演で取材を受けた際に玉持ちは良い,い悪いではなく長い短いで表現すべき玉持ちが短くても不利になることはないと持論を述べている。またグラブや自身の体を使う。 体の開きを遅らせるなどで、リリースポイントを遅くまで見えないようにすることにより、打者が球を見られる時間を減らし体感速度を上げる。打者にタイミングを取らせにくくすることも、打者を打ちにくくすることに有効である。このような球の出所が見にくいことを、メジャーリーグでは、スモーキーなどと呼ぶ。投手はその投法や身長、腕の長さにより、打者に対して肯定。 または左右の角度をつけた球を投じることができる。平均的投手よりリリースポイント角度が大きいと視界の揺さぶりや皇帝の場合バットの下に潜り込むようにボールが入ってくるためメカニクスが崩れやすく打ち難さを増すことができる。より大きい角度をつけるためには玉持ちと同様に長身で手足が長い投手が体格的に有利で高低差は オーバースローかアンダースロー、左右の角度はサイドスローや投手盤の立ち位置の左右を利用する投手が一般的に有利である。投げる腕と体格のコースをつく直球をクロスファイアと呼ぶことがある。前述の球持ちとは逆にリリースポイントをあえて速くすることで角度を大きくしようとすることもある。古くから日本において 打者の感覚として、投球を打ち返した際に、打球の飛距離が予想よりも短く、もしくは長くなること、また、打った時の感覚が、重い、軽いと感じる球質を、重い、軽いと形容されることがある。ボールの重さが変わることは当然ないが、そのような感覚を与える要因としては、様々な説が存在し、主に、戦術のスピン量による落差の変化に伴う。 打球傾向の違いによる説、玉の回転数が多いほど反発力が増して軽い玉に少ないと思い玉になるという説がある。また、回転の少ない玉は棒玉と呼ばれ、通打されやすい玉とされることもある。あるいは、打者が自身の打ち損じなどに気づかず救出のせいだと思っているだけで、 飛距離を大きく左右するほどの影響を与える球の回転や球質は存在しないという説もある。特に、ツーシームやカットファストボールのように打者の手元で変化する球種では、芯を外しやすく打球が伸びないということがままある。また、芯を外されると、インパクトの衝撃が手に伝わることから重く感じる。体重の軽い投手が投げる球は、軽いという説もあり、 体重を重くすることで救出を重くしようと考える、投手もいる。これらのように回転は飛距離が伸びる方向にも縮む、方向にも作用する、可能性があり、科学的に検証されつつあるが、未だに、様々な考え方が混在している。日本球界でも、古田敦也は実感したことも意識したこともない、チームメイトの五十嵐良太の球を補給した時も、 バッティングの際も変わらないと、救出の概念を否定している。球位とは、球の威力で休息などを表す言葉だが、定義は曖昧で、球に伸びがあり、休息以上の威力があることを示す場合や、休息、球質伸びなどの総合的な評価の場合もある。速球の休息はしばしば投手の実力を評価する、指標の一つとなる。ありがとうございます。